総合優勝したナイジェル・ラム2014年レッドブルエアレースワールドシリーズでは2010年を最後に中断され2014年に再開された通算9回目のレッドブルエアレースワールドシリーズについて述べる参戦して7年目のナイジェル・ラムがシリーズを通じて堅実なフライトを貫き初めて総合優勝を果たしたラムは初戦と第2戦では それぞれ5位と8位で、計5ポイントしか獲得できなかったが、マレーシアプトラジャヤで行われた第3戦で、初優勝、残りの5大会では、すべて2位という成績を収め、総合ポイントで前チャンピオンのハンネスある日より9ポイント、ポール・ボノムより11ポイント上回った。ある日は、第2戦クロアチア・ロビニと第4戦ポーランド・グディニアで、ボノムは、初戦遊園へブダビと、 第5戦イギリスアスコットでそれぞれ2度ずつ優勝した。ニコラス・イワノフは第6戦アメリカ・フォートワースとオーストリア・シュピールベルクのレッドブルリンクで行われた第8戦で優勝したほか、ピート・マクロードが第7戦アメリカ・ラスベガスで優勝した。本シリーズより若手パイロットのスキル要請も兼ねてチャレンジャーカップが導入された。チャレンジャークラスでは 選手は少なくとも3大会に出場し、第7戦ラスベガス大会までの通算成績の上位6名が、オーストリアのレッドブルリンクで行われる最終戦に参加できた。チェコのペトル・コプシュタインが2位のハリム・オスマンに1.1秒の差をつけて優勝し、初代チャンピオンとなった。チャレンジャークラスのパイロットは全員、エクストラ E-330LX を使用する。ボルトン、 セピエラ、オスマンの3名が、スロベニアのムルスカ、ソボタで行われたレースの予選キャンプで、厳しいトレーニングとテストに合格し、2014年4月5日より、初参戦することが決定した。2014年は、全8戦が行われた。7月15日に、中国、北京で開催予定だったレースが、オーストリア・シュピールベルクのレッドブルリンクで、 大体開催されることが発表された。チャレンジャークラスのパイロットはシーズンを通じて少なくとも3大会に出場し、出場した試合のうち最も良かった3大会のスコアをチャレンジャーカップのランキングに計上でき、ランキング上位6名のパイロットがレッドブルリンクで行われる最終レースへの参加権を得る。ランキング最終戦オーストリアで開催されたシーズン最終戦では、 ポイントランキング上位6名がチャレンジャーカップの最終的なランキングを決定するためにレースに臨んだ。好転のため12日の決勝レースは中止となり予選の順位がそのまま結果となった。トップパイロッツバックルアップ42014 redbullairrace.com http://www.redbullairrace.com スラッシュ en us アーティクルトップパイロッツバックル -2014-2014 年2 20 20 2014月20日閲覧 abcdefghijkl パイロッツ redbullairrace.com http://www.redbullairrace.com スラッシュ en, int, pilots2014 年2月20日月欄。abcdefgi, new challenger cup ready to take off in2014 redbullairrace.com http://www.redbullairrace.com スラッシュ en int アーティクルニューチャレンジャーカップレディーテイク -20142014 年2月22日閲覧 abcd スリーニューパイロッツアーンレースウィングス redbullairrace.com h t t p w w w r e d o b l e c o m my, en, stories, 1兆3316億4383万 27273newpilots are and acewings2014 年4月7日、閲覧。例セズ redbullairrace.com http://www.redbullairrace.com スラッシュ en int ツアーストップス2014年2月20日閲覧オーストリア2ホストレットブルエアーレースシーズンフィナール redbullairrace.com http://www.redbullairrace.com コロンススララッッシシュュスラッシュ en int アーティクルオーストリアホストレットブルエアレースシーズンファイナル2014年7月17日閲覧オフィシャルリザルツクオリファイングレッドブルエアレース2016年10月4日閲覧フィナール4リザルツアブダビー レッド・ブルエアーレース2016年10月4日へつらん。チャレンジャーカップ・アブダビ・ダ・ビレッド・ブルエアーレース2016年10月4日へつらん。ロービンチクオリファイング・リザルト。レッド・ブルエアーレース2016年10月4日へつらん。ロービンチエレクトラファイング・ウィン・フォー・アーチ。レッド・ブルエアーレース2016年10月4日へつらん。 ロービンチジ、チャレンジャーカップリザルツ。レッド、ブルエアーレース、2016年10月4日閲つらん。オーバーオールクオリファイングリザルツ。レッド、ブルエアーレース、2016年10月4日閲つらん。プートラジャイア、フィナールリザルツ。レッド、ブルエアーレース、2016年10月4日閲つらトリプルホーレボートインプートラジャイア。レッド、 ブルエアーレース、2016年10月4日閲覧。マスターズクオリファイングリザルツ。レッド、ブルエアーレース、2016年10月4日閲覧。フィナール4リザルツ、アーチクレイムスビクトリー。レッド、ブルエアーレース、2016年10月4日閲覧。タフコンディションズデリバートップリザルトフォースピーゲル。レッド、ブルエアーレース、2016年10月4日閲覧。 マクラウドバックオントップアットザクローズオブクオリファイング。レッド、ブルエアーレース、2016年10月4日閲覧。ブリッツレインスプリームアットアスコットフィナール4、リザルツ。レッド、ブルエアーレース、2016年10月4日閲覧。アスマンチャーチスーザフロントオブザパック。レッド、ブルエアーレース、2016年10月4日閲覧。フォートワースフィナール4、リザルツ。 レッド、ブルエアーレース、2016年10月4日閲覧。ミカブルジア、テイクスファーストチャレンジャーカップウィンインヒズラスト2014レース。レッド、ブルエアーレース、2016年10月4日閲覧。マクラウド、バックツーマックスパワーウィズクオリファイングトップスポット。レッド、ブルエアーレース、2016年10月4日閲覧。マクラウドヒッツジャックポットインラスベガス。 レッド、ブルエアーレース、2016年10月4日へつらん。アスマンエーセズ・ラスベガス・レイストラック。レッド、ブルエアーレース、2016年10月4日へつらん。パイロッツ・リアクト・ツーク・オリファイング。レッド、ブルエアーレース、2016年10月4日へつらん。イベノフ・サク・ユアーズ・セカンド・ウィン・オブ・2014・ノイズ・スタニング・カムバック。レッド、ブルエアーレース。 2016年10月4日閲覧。コフスタインテイクスファーストエバーチャレンジャーカップウィミン、スピルバーグ、レッド、ブルーエアーレース。2016年10月4日閲覧。ありがとうございます。